勉強と両立させてる仕事があってなかなか学校に出られなかったりもする。今日は久しぶりのオフなので、私の大好きな親友のなほちゃんを呼び出して一日遊ん、その最後のイベントがこのトゥインクルガールズライブ。この町有数のライブハウス、クラブベータで定期的にやってるんだけど、ここのユニットの子たちが超可愛くて私はよく見に来てるんだ。トゥインクルはね、最近夜のランキング番組なんかにも出演してて、どんどん注目度が上がってきてるユニットなんだ。かわいいでしょ。私も何度か番組で一緒させてもらってて、メンバーの子たちとはメールとかツイッターでもよく絡んでる程度には仲良しだったりするんだよ。おありがとう、さやか。トゥインクル最高、大好きになった。でしょ、やばいでしょ、ラストの曲の振りとかさ。覚えたよ、ほらほら。おお、できてるよ。ちょっと腰の動きが違うけど。ライブが終わってベータの外、箱から出てきたファンのみんなが通りに溜まって余韻に浸り合っていた。思わず混じって一緒に感動したかったけど、通りを塞いじゃいけないので我慢。私たち二人は興奮しながら駅の方へ歩き出したの。見て見て、タオル買っちゃった。なほちゃんが物販コーナーで買ったらしいタオルを出してひらひら舞う。大ファンじゃん。いいなぁ、私も次買おう。まだ9時か。ねえねえ、さやか、ガッツ寄ってこう、ガッツ。スイーツ食いたい。そうだね、寄ってこっか。むふふ、スターミルクプリンスペシャルくだち。なほちゃんが得体の知れないものを注文する。何それ、チョアマじゃない？ほ
星が7つ乗っててね、ミルクいっぱいかかっててね、うまいのこれ。この子がさえぬきなほちゃん。同じ学校の同じ学年同じクラス。この子も少し私の環境と似ているところがあって、話というか気もあって、よく一緒にご飯とかしてるんだ。何より可愛いでしょ。一緒にいると女子の私でもなんだかふにゃーってなるから、この子大好きなんだね。うまいからさやかにもあげるね。ありがとう。じゃあ私はバターたっぷりパンケーキ。かしこまりました。とても夜の9時過ぎに女子が取るカロリーとは思えないけど、今日は2人とも朝から何にも食べてないから、これぐらいは全然いいのだ。てっ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 て、なほちゃんがトゥインクルの曲を口ずさみながらタオルを眺めている。この子こう見えて実は普段は超クール。学校のクラスメートがこの姿を見たら多分びっくりするはずだよ。私と2人っきりの時にだけこんな猫みたいな面白い姿を見せてくれるの。友達としてそれが結構嬉しかったりするんだ。そんなに喜んでくれたら誘った私も嬉しいよ。おもむろに顔を上げて、なほちゃんが私の目を見つめてくる。吸い込まれそうなぐらい澄んだ瞳。ん？どうしたの？心配だよさやか。このところあんまり休めてないんじゃない？顔に出ていた疲労は完璧に消してきたのに、なほちゃんはしっかり見抜く。この子に隠し事は絶対にできないな。この2ヶ月土日なしだったよ。声優さんとかドラマとかウェブラジオとかすごく忙しそう。なほたんもじゃん。毎日飛び回ってるでしょ。ラジオだけじゃなく、心霊取材とか読モとか。そうだ、今度映画にも出るんでしょ。すごいじゃん。ただのエキストラだよ。斎藤匠の後ろでずーっとフレンチ食べてるだけ。てか、まだ行ってなかったのに、どうして知ってるの？ほんとね、田口さんのブログ、超書いてあったよ。太文字で、みんななほちゃんを応援してくださいって。げっそりとした顔で、なほちゃんはぺたりと机に伏せる。あの人の横では、何の話もできないな。顎を机の上に乗せて、ほっぺたをぷーっと膨らませるなほちゃんをしばらく眺めて、私はいつ切り出そうかと迷っていた相談事に触れてみたの。あのね、なほたん、今度私のラジオでさ、怖い話特集やるの。突っ伏したままのなほちゃんが目を開ける。おや、興味ありかな。なほたん声いいしさ、ぜひ出てくれない？リスナーからの怖い話のお便りに専門家のコメントをつけてくれたらと思うの。なほちゃんは机に頭を乗せたまま、しばらく考え込んでしまった。何か心配事でもあるのかな？けれど、私は今一瞬、この子の目がキラッとしたのを見逃さない。もう一押しだ。ね、お願い。なほたん顔出し OK でしょ？うちのリスナーさんたちも私たちの関係知ってるから、なほたんまだーってメールがしょっちゅう来てるし、超喜んでくれると思うんだよね。何より、私がなほたんと一緒にラジオをやってみたいの。にゃむにゃむ。あ、にゃむにゃむした。この子興味を示したわ。あとはカリカリで釣れば、きっと飛びつくわ。ほら！にゃー！ほらほら、ほらほら！ぼにゃーお！たまになほちゃんは猫に、私は飼い主さんに化ける。じゃあ、ギャラは金の猫か？どういうことなんだぜ？じゃなくて、キルフェノンのカフェをご馳走するのでどう？
んの顔がパーッと明るくなる。うん、出る出る。あー、ありがとう、大好きなホタ。うにゃーしゃー。なんでシャーするのよ。へへへへ。よし、快諾を取り付けた。私はこの時、顔いっぱいで至福の笑みを浮かべていたはず。ナホちゃんは今本当に人気があって、他のラジオにも呼ばれてたりしてるから、スケジュールを抑えるのが大変な子なのだ。一度仕事でも絡んでみたいと思ってたんだけど、こうもあっさり実現するとは。注文したスターミルクプリンスペシャルとバターたっぷりパンケーキを食べさチェックしながら楽しんでいたら、いつの間にか時計は10時を回っていた。そろそろ帰ろうかと、ナホちゃんと二人で席を立ち、そのままキャッキャフフしながらキロに着いたの。ナホタ、次学校いつだよ。明日行くよ。仕事でだいぶ授業サボってたから、せめてレポート出すようにって言われてるの。あー、なるほどね。うん、さやかも出さなきゃだよ、きっと。次、学校行ったら言われるよ。うわぁ、マジか。まあいいや、レポートくらい一晩徹夜すればなんとかなるさ。ああ、そうだ。家寄って、キビキ先生の本持ってく？読みたいって言ってたよね。どうせ帰り道だし。あ、うん、借りる借りる！おすおす。帰り道、ちょうど私の家に向かう道に、ナホちゃんが住んでる。というか、居候してる作家のキビキ先生のお屋敷がある。事情があって、ナホちゃんは今実家でなくて、ここから学校に通ってる。先生に弟子にしてもらうために転がり込んだって話だけど、この子の行動力には、いつも見習わなきゃって思わされる。先生、ただいま。やあ、おかえり。寒くなかったかい？はい。ん？君は？おろおろしていた私に目をやり、優しい目でキビキ先生が話しかけてくれた。イケメンだ。こんばんは、はじめまして。大上さやかと申します。ペコリと頭を下げると、先生は優しい佇まいで微笑んでくれる。キビキです。ナホ君と仲良くしてくれてありがとう。いつも君の話を聞いていますよ。嬉しいです。私もナホちゃんからキビキ先生のことはいっぱい聞かせていただいてます。きっと私の失敗談ばかりじゃないかい？そんな、とんでもない。ねえねえ、さやか。せっかくだからお茶でも飲んでいかない？先生がね、超美味しいセカンドフラッシュのダージリンを買ってきてくれたの。急な振りにオロオロする。夜遅いし、先生に迷惑じゃないかな。いいですか、先生。もちろん。ただ、お家の方が心配されるから、連絡だけしておくといいね。ありがとうございます。じゃあ、少しだけお邪魔します。ゆっくりしていきなさい。笑顔が優しい。こりゃナホちゃんが夢中になるのもわかるよ。さあ、奥へ行きましょう。入って。うん。先生の前だとナホちゃんはいつものクールなキャラに戻っちゃう。家に電話を入れた私は挙動不審になりながらリビングに通された。広くゆったりとしたリビングは、和風なイメージとベトナム系のアジアン雑貨や家具が見事に融合して、独特の落ち着いた雰囲気を醸し出していた。素敵。荷物はその辺に置いてください。自由にくつろいでね。では私はダージリンを入れてくるよ。あ、すみません。先生、ありがとう。平気だよ。私も飲みたかったんだ。
生は部屋の奥へ消えていった。素敵。なほちゃんに誘われて、いくらするのかわからない高級そうなソファーに、私は緊張しながら腰掛けた。おお、沈む。さやか、リラックスしていってね。私ちょっとお手洗い行ってくる。うん、じゃあ寝とく。いいよ。変な姿勢で固まったまま沈んだ私を笑いながら、なほちゃんが席を立つ。その数秒後だった。びっくりして声のした方を振り返る。田口さんも鍵ぐらいしてよ。ごめん、なほちゃん。すごい勢いで扉が閉められていた。噂の田口さん。いやー、修羅場だ。信じらんない。キッチンから目を丸くして顔を出していた響先生もふふっと笑って頭を引っ込める。素敵。深い灰色の雫を一滴からも味わうようにそっと口の中に溶かし込む。響先生の入れてくれた紅茶はそれまで私が飲んでいたものとは全く違う味がした。美味しいです。そう、口に合ってよかった。深みのある味と香り、紅茶なんてどれも同じだと思ってました。うちにはティーバッグのものしかなくて。バッグのものも最近はいい味がするよね。美味しい。ただ私はやはりこれが一番飲み慣れていて好きなんだ。美味しいです、先生。田口さん、いつ帰るの？手厳しいな、なおちゃん。田口さんってずいぶん年上のはずなんだけど、完全になほちゃんに飲まれちゃってる。なんかこの関係も面白いな。そうだ、今日中にレンタル返さなきゃいけないから、そろそろ帰ります。またエロビー。違うよ、またってどういうことさ。じゃあ先生。テクノブレイク。なほちゃんが田口さんに向かって光線を出している。なんかウルトラマンみたいな構えになってるけど。ああ、先生、また明日。あ、なほちゃんもね。明日は学校行くから来てもいません。そうなんだ、珍しいね。29歳、非リア充に幸あれ。もう。田口さんはフラフラになって玄関に消えていった。私と並んで楽しそうに眺めていた響先生も笑顔で手を振っていた。あ、では私もそろそろおいとまします。ごちそうさまでした。そうかい、おもてなしもできなくてすまなかったね。とんでもないです。うん、田口さんもういないよ。だいぶ先に行ったと思うから、もう出会う心配ないよ。ひどっ。またゆっくり遊びに来てください。夜道気をつけて。ありがとうございました。失礼します。響先生の家を出ると、なほちゃんが先の角まで送ってくれた。ひんやりとした空気がほてった方に気持ちいい。今日一日の楽しかった思い出を振り返って、ついでに私はカバンに持っていたトゥインクルの CD を一枚貸して、私たちはもう一度ハグし合ってから別れたの。ナホ君、ありがとう。君の見つけてきてくれた天神小学校の件、これはすごいよ。これが、この取材が実現すれば、世界中のオカルト研究がひっくり返る騒ぎになるぞ。たまらない。
お父さん、息してないよ。メモして、置かなくちゃ。令状調査ファイル02、経験天神小学校、現在調査中。篠崎家の調査を進めるだけで、強い霊障を受けた。体の右半分が麻痺、左鼓膜に異常、姿写真にオーブ、数週間にわたる増毛感、吐き気、下血。あと、悪夢を毎晩見るも追加だな。やっぱりあそこは、危険すぎるな。先生や田口さんは、霊に対しての耐性がない人だから、いか。私の名前は、冴野木奈穂。霊能調査で、全国の心霊スポットを回り、依頼者の不安を取り除いたり、可能なものは解決したりしている。私の周りには最近、ある異変が起こっていた。先月調査を開始した霊場から、それまで経験したことがないほどの強力な思念体を連れてきてしまったようだ。現地から持ち帰ってきた、呪術用の型代。これがきっと強く作用しているんだと思う。さっき、ファミレスでさやかにラジオに出ないって誘われた時、私が迷ったのはこれが原因。霊にまつわる怪談話は霊を刺激する。私の周りにつきまとっているそれがさやかに影響してしまわないかと懸念していたのだ。ただこの霊は私の体調をむちゃくちゃにしてくれている以外は外に向かって影響を与えたことがないし、私が抑え込んでやれば、さやかのラジオもきっと大丈夫だと思う。あれ？先生。キッチン直行で水を飲みに行ったから気づかなかったけれど、リビングのソファーで、キビキ先生が眠っていた。先生、風邪ひいちゃいますよ。先生。よく眠ってる。先生、かわいい。先生、昨日徹夜だったから、きっとお昼まで寝てるな。よいしょっと。暖かいでしょう、先生。この毛布。心霊調査は危険。いろんな人に深入りしないようにって忠告される。どうしてこんなことをするかというと、私の調査の力を使うことで、先生の怪奇小説のお仕事がはかどるなら、先生が褒めてくれるなら、私は全てを犠牲にしたっていい。やっぱり先生と田口さんだけで天神小学校へは行かせられないな。危ないもの。私もついていこう。先生の毛布を肩までかけ直して部屋に戻る。私が学校に行くときもまだ眠っていると思うから、置き手紙をしておくことに決めた。先生は逆に私のことを心配して、田口さんと二人だけで天神賞に行くって言ってくれている。その優しい思いやりに、私は今まで二人だけだと余計危ないとは言い出せずにいたのだ。先生へ。時刻は午前11時になりました。最新ニュースをお伝えします。東京、新宿駅東南口のエスカレーター下広場で起こった女学生死体遺棄事件につきまして。おはよう、奈緒くん。君の見つけてくれた天神町に伝わる都市伝説だが、君に危険があってはと思うので、やはり私たちだけで、ん？いないのか。そういえば、今日は珍しく学校へ行くと言っていたか。相変わらず、綺麗に使っているな。私の書斎とは大違いだ。
机の上に書き置きがある。先生へ。私、先生のためなら全然動けます。天神町で行った調査のまとめを検討しますと、多分例の方法を逆打ちすることで帰って来られると思います。例に対する耐性を持たない先生と田口さんだけではあの学校は危険だと思うので、今日学校から帰ったらやはり私も一緒に篠崎幸子のおまじないを行います。本当に成功するかどうか低めの確率ですけれど、うまく潜入できればきっといいネタゲットできますよね。先生のお仕事第3回も編集部が評価してくれたら、美味しいもの食べさせてね、ナホより。ありがとう、ナホ君。だがやはり君を私の仕事のためにこれ以上危険な目に遭わせるわけにはいかないよ。逆打ちの方法はわかっている。天神小学校へは私が田口君と二人で行ってみるから、君は、うん、返事の置き手紙でも書いておくかな。おはようございます、キリキ先生。もう起きてらっしゃいますか？彼も気合十分だな。よし、行くか。午前の収録が終わってすぐに学校に来たんだけど、お昼休みの時間になっちゃった。案の定クラスにはナホちゃんの姿はなかった。でも私は知ってるんだ。普段仕事でめったに出てこないあの子がクラスメートの喧騒を避けて昼休みにいつもいる場所を。なぜかって？それは私もいつも同じ場所に行くから。先生に見つかったら怒られそうだけど、扉の鍵が壊れてて屋上に出れちゃうんだよね。はぁ、いい風、気持ちいいな、日差し。校舎と校舎の間に転落防止用のフェンスがある。あんまり高くないから余裕で越えられちゃうのよね。よし、突風にも負けず余裕で乗り越える。下を見るとちょっと怖いけど、ここを越えるといい日陰の場所があるのよね。あ、いたいた、ナホちゃん。その場所にやっぱりナホちゃんはいた。お昼休みの学校の屋上で紙パックを加えて読書にふける女子高生。この子がやると何でも絵になるな。おっすおっす、昨日結構遅くなったけど大丈夫だった？家。うん、大丈夫、怒られなかったち。おお、手なずけてるね、親。口悪。ちょ、昨日借りた先生の作品すごいんだけど。でしょ、引っ張られるでしょ。最初の殺人現場、森林描写のマックス立てとか大好き。気が狂ってるよね、あの主人公。現場の移動中に読み始めちゃったからテンション上げ直すの大変だったけどね。続き読むの楽しみだよ。読んでみて読んでみて。あ、そうだ、昨日借りたトゥインクルの CD もやばかった。もう死ぬ。本当？よかった。ライブの曲いっぱい入ってたでしょ。トゥインクルはね、PV がまたいいのよ。携帯に入ってるかな？入ってないよ。今度見せるよ。歌ってみた、やったらウケるかな。いいね、超見るよ私も。なった。もう1時間。じゃあ私またちょっと打ち合わせに行ってくるわ。なほた、今日放課後収録よろしくね。5時半に東新宿だから4時に行こう。オッケー、ナイス校門。そこ繰り返さなくていいよ。ナホちゃんは相変わらずのテンションだ。
今日の収録もきっと楽しくなるぞ。しつこいな。かっけつ？嘘でしょ？まさかこの呪い。いつまでつきまとう気なの？皆さんこんばんは！大上さやかのラブブレイバー、今夜も始まりましたよ！イエーイ！張り切っていきましょう！そうそう、今日はね、私学校に行ったの！友達に会いに！久しぶりにリラックスできたよ！めっちゃ喋ってきた！めっちゃ喋った！あ、勉強もしに、ん？なんかスタッフが受けてる。なんで？え？大上が学校に行く絵が面白い？いやー、行くよ！行くだろ！私だってみんなと同じ高校生なんだから！笑うな！受けてるって意味か！クスクス笑いもやめろ！気を使うな！おかしいな。学校っていいねって言いたかったのに、どうしてこうなった？まあいいや。では、今夜も30分、じっくりお付き合いください！ブレイバー！さやかのパーソナリティぶりはさすがだった。プロの仕事を目の当たりにすると、私の気も引き締まる。はい、マイナレいただきました。サイノキさん、どうぞブースへ。はい。ゲストの私が招かれる。収録ブースに入ると、さやかがマイクの向かいに座って、手を振っていた。やっほー！手を振るさやかに笑顔を返して、用意されたマイクの前の椅子に座ろうとした。が、なんだろう。言われ、ん？どうしたの？なんでもないよ。フラフラしちゃった。カメラもあるから、可愛い顔で行こうぜ。了解！キリ？この子、篠崎家の調査資料にあった、篠崎の一人娘、幸子だ。最近付きまとっていたのは、幸子の目は真っ黒で、黒目がどこにあるかわからない。微動だにしないが、息を殺してこちらを見ているのが伝わってくる。体中の毛が逆立ち、頭に血、喉に胃液が逆流し始める。やはり、篠崎家の呪いは強すぎる。さやかは見えていないんだ。いけない。収録機器に影響が出ないようにしなくては。では回します。企画お便りから。さて皆さんお待ちかね、今週のやってみたコーナーは？変えていいですかさ、うん、ダメ？仕方ないな。今週はそう、階段やってみたです。ああ、もうやだって言ったのに。なんでみんないっぱいメール送ってくんの？過去最高くらい来てるんだけど。それでね、こんなの私一人じゃやってらんないので、今日はゲストの方をお招きしております。おースタッフ拍手早いよ。さて、ゲストは誰なんでしょうか？って、みんなもうわかってるかな？あの方です。作家にして心霊調査のプロフェッショナル、美人であり頭脳明晰、女子高生霊能作家のさえのきなほさん。イエーイ、なほちゃん。こんにちは。来てくれてありがとう。いえ、お招きいただき光栄です。おお、どうです、この佇まい。しっとりしてて素敵でしょね。なほたんはね、私とは実は学校が一緒でクラスも一緒でね。よく遊んでる仲良しなんだけど、もうね、それを知ってる方から前々から来ていたんですよ。なほた、叶えてやったよ、喜んでね。まあね、一番喜んでるのは私だったりするんだけど。今回は怪談特集ということで、
専門家のコメントをいただければと思ってます。ナオさん、先に悪霊に向かって常世の狭間で震えなさい。七つの星のもとに決め台詞きたー。テンション上がってきたよ。では早速お便りを読んでいきましょう。東京都 M 市のラジオネーム、なぎじゅんぺいさんからの怖い話。経験上、今までほとんどの霊障はこちらの条例力で少しずつ引いていくものだったけれど、白昼にこんなにはっきりと見えるほどのエネルギーなんて初めてだ。いけない、頭が割れそう。カメラ回ってるし、血は出さないようにしないと。ナホちゃんがスカートをキュッと握ってる。あれあれ、意外と緊張する子なのかな。と、むしろ可愛く思えた私は、そのままリードする形で収録を進めた。ドドーン！なんと、襖を開けるとそこにはぎょろりとこちらを見据える二つの目があったのです。すごーい！どうですか、ナホさん、これ作り話ですよね。京都府の水野さん。そうですね、これだけの事例証拠では真偽の断定は難しいと思います。ということは冗談ではなく、やっぱり水野さんの言うことは本当ってか。ありますね。いやてかね、実はもっと恐ろしいことに気づいてるの。ナホちゃんがね、さっきからなんかチラチラ部屋の隅を気にしてるのよね。いるのいるの、まさかこのブースにいるの私とナホタンの二人だと思ってたけど、まさかの三人。ああ、いえ、大丈夫ですよ。盛り上げるためにテンションを上げながら、ナホちゃんの気づかれたって表情を見ているうちに、私はだんだん怖くなってきていた。そう、ナホちゃんが本物の霊の世界に精通してることは百も承知のつもりだったけれど、どこか絵空ごとというか、自分の住む世界と違うからって真剣に理解しようとしていなかったことに気づいた時にはすでに遅かったんだけれど。お疲れ様です。ラストいただきました。さっき何か見えてたんじゃない？ううん、見てないよ。ちらっと収録ブースに目を流す。もう先ほどの幸子の霊は消えていた。私は何事もなかったようにさやかの話題を別の方へ誘導する。あれ？あ？どうしたの？誰か収録中喋りました？収録中に喋るわけないじゃん。集音ブースに聞こえるわけもないし、なんか声かな、ボソボソ聞こえるんです。どこどこ？ここです、このやりとりのところ。京都府の水野さん、ご冗談を。そうですね、これだけの事例証拠では二人の声しか聞こえないね。聞こえませんか？京都府の水野さん。そうですね、これだけの事例証拠では。ここです、さえのきさんのそうですねの後です。ご冗談を。そうですね、これだけの事例証拠では。ご冗談を。そうですね、これだけの事例証拠では。これ見えてるって言ってるんじゃない？そうですね、これが。嘘でしょ。乗っちゃったよ。やだ。マジっすか。
本物？おい、どうした？おいおい、なんだおい、しっかりしろ。突然、スタッフの一人が首を押さえてのた打ち始めた。チアノーゼのように顔を真っ赤にし、口から泡を吐いて呼吸。おい、体を押さえろ。物が倒れてきたら危ない。は、は、はい。収まったか？何なの？何かの発作？おい、息してないぞ。大変！おい、救急車呼べ！早く！蘇生措置！はい。しっかりしろ、おい！何なのこれ！ゲスト返せ！今日はバラシだ！さやかの顔から笑顔が消えて、怯えた表情になっていた。これは明らかに霊障だ。霊界に接触したことのない人たちにとっては大きなショックだろう。私はラジオ出演を安請け合いしたことを後悔した。ごめん、私やっぱり出るべきじゃなかった。うん、いいのよ、気にしないで。スタッフも搬送先の病院で息を吹き返したみたいで、番組的にはおかしなのは音声だけだからカットで放送できるし、例の声が乗ったことに限ってはエピソードとしては美味しいから。本当にお仕事手伝ってくれて感謝してるよ。私もきっと恩返しするから、私に何かできることがあったら言ってね。あ、帰り道やっとナホちゃんが笑ってくれた。よかった。私が元気出さなきゃ、何も悪くないナホちゃんを傷つけるんだから。感謝の気持ちでテンション上げてかなきゃね。家が近くに見えてきたところで、私はコンビニに寄りたかったので、ナホちゃんの家まで行かずに夜道の角で別れた。またね、今日はありがとう。うん、おやすみ。ここまで強く、粘着質の霊障は初めてだった。私の体に潜在する霊力をもってすれば、大抵の霊は近寄ることすらできずに散っていたのに。さっきも、下手するとスタッフやサイカが呪い殺されてしまうところだった。やっぱり、キビキ先生の身の安全を考えると、篠崎家については、調査自体を中止すべきだ。私は、改めて決意を固めた。天神小学校の調査からは手を引こう。明日にでも、きちんと古法に則った除霊祈祷を受けてこようかな。あれ？時間は夜の9時半過ぎ。すでに辺りは真っ暗だ。なのに、家の中、先生！人の気配が全くない。家の中が、普段より広く感じる。先生？先生、寝ているのですか？先生の書斎を覗くが、いない。部屋を一通り回っても、やっぱりどこにもいなかった。先生の仕事の打ち合わせは不定期だから、私が帰宅した時に家にいないことはいくらでもある。だけど、今日はなんだか空気が違う。まるで、初めから誰も住んでいなかったような。冷たい、見えてるよ。違和感を感じる。誰かが私のことを見ている。私の部屋の机の上に書き置きを見つけた。先生の字だ。ナホ君へ、優しい気遣いありがとう。そんな君を私の仕事のためにこれ以上危険な目に遭わせるわけには、田口君と二人で天神小学校へ行ってくるよ。帰る方法、逆打ちの方法は分かっている。この仕事を成功させたら美味しいものを食べに行こう。
ため息をついてふっと我に帰る。時計を見ると、いつの間にか10時を回っていた。帰ってきてから30分ぼーっとしていたんだ。びっくり。まさかね。気のせい気のせい。と、勉強机から立ち上がる。制服のままだからリラックスできないんだよね。うん。着替えよう。そうしよう。見えてるよ。やめてよ！誰かいるの！やだもう！一人で騒いでバカみたい。誰もいないに決まってるのに。怖いことなんてない。気のせい！私は気分を変えるために再び着替えることにした。窓の外で、表の道を誰かが叫びながら走ってくる声が聞こえた。何？泣きそうになりながら、私はそっとカーテンの端を開け、窓から外を見てみた。あれは、なおちゃん？二階からだから顔はよく見えなかったけど、泣いてる様子で髪を振り乱して走ってきたなおちゃんは、私の家の前で止まった。どうしちゃったの、なほちゃん。なほちゃん、さやか、先生が言っちゃった。先生が。落ち着いて、なほちゃん。どうしたの、きびき先生のこと。どうしよう、どうしよう。私のせいだよ。先生、死んじゃったりしたら。こんなに取り乱したこの子は初めて見た。私はゆっくりと話しかけて、なほちゃんの気持ちを沈めようとした。なほちゃん、教えて。力にならせて。とにかく、家に来てほしいの。え？お願い！目に涙をいっぱい溜めて懇願するなほちゃんに、きっと差し迫った理由があるんだと思った私は、とにかく言う通りにしてあげようと。キビキ先生の家へついていくことにした。幸せの幸子さん、このおまじないを行うと、この世ではない時間を超えた異空間に幽閉されている呪われた学校、天神小学校に行けるの。このところ私の周りにも影響を与えている強い力を持った霊磁場だから、調査もやめようと思ったんだけど、私のことを心配して、先生が私を置いて、田口さんと二人だけで行っちゃったの。お願い、さやか。先生を助けるために、私と一緒に天神小学校へ行ってくれない？何のことだかさっぱりわからない。天神小学校？助けに行く？救助が必要になるような場所なの？わからないままに。危険な世界に引き込まれようとしていることはなんとなく理解できる。私は、でも、それって危険なんでしょう。私、お願い！一人じゃこのおまじないは行えないの！こんなこと、さやかにしか頼めないし。絶対、私がさやかを守るから！顔をくしゃくしゃにして、必死に懇願するなほちゃん。いつもクールで、私の前では猫みたいに可愛くて、この子がこんな顔するなんて。私は収録後の帰り道、そこで言った自分の言葉を思い出した。私もきっと恩返しするから、何かあったら言ってね。先生。涙まじりのなほちゃんの顔を見て、私はしばらく黙って決意した。なほたん、本当に私、守ってくれる？なほちゃんの顔に、花が咲くようにパッと希望の光が差す。それを分かった。じゃあ、行こう。さやか！ありがとう！
明かせちゃいけない。笑っている顔が一番可愛い子なんだから。どこかに出かけるんだよね。じゃあその前にちょっと家に戻って準備してきていい？うん、待ってる。全裸で。風邪ひくから服は着ててね。すぐ戻るよ。こうなったら仕方がない。先生のためだ。どうせならサンプルは多いほどいい。篠崎の家。私に呪いを拡散する手先になれというのなら乗ってやる。堂々と乗り込んでやる。ブログを更新しておこう。新しいエントリー。友達との絆を一生のものに。幸せの幸子さん。いっぱい引っかかるよ。お母さん、行ってきます。心配させたくなくって。お母さんには今からまた収録があるからって伝えて、このところ連日夜遅くに外出してたからかな。玄関で心配して声をかけてくれた。さやか、頑張ってるわね。はい、忙しい時こそ栄養補給。脳に糖分を入れなさい。お母さんは小さなチョコを一つ手渡してくれた。静かだけど、いつもくれる大きな応援と心遣い。きっと今から向かう場所が本当は怖かったからだと思う。なるべく早く戻るから。ありがとう。行ってらっしゃい。幸子さんお願いします。心の中で2回唱えられた。うん。じゃあこれを引きちぎるの。指が離れないように爪を使ってね。わかった。1、2の3。信じられないことが起こった。奈穂ちゃんに言われるままにおまじないを実行すると、急に床が割れて大きな穴が口を開けた。幻覚だったのか現実だったのか、奈落へ落下するようなリアルな感覚はやがて目の前が真っ白になり、そのまま私は意識を失ってしまったようだ。そしての中に埃のような砂のようなものがいっぱい詰まっているのに気づき、私はむせながら飛び起きた。寒く暗い部屋、ジメジメしていて洞窟の中のようだった。なほちゃん、心細さに囚われていて、声を張り上げたのにか細い声しか出なかった。あたりを見回しても、なほ、嘘でしょ。やだ。すぐにでも帰りたくなった。これなし。なかったことにする。帰る。とにかくなほちゃんを探そう。きっとこの場所のどこかにいる。なほちゃんも、ここに飛ばされた後、まさか離れ離れになってしまうとは想定していなかったのかも。とにかく出会えれば、きっとなんとかなるよ。私は、恐る恐る暗い通路を歩き始めた。どうして子供の声が。
ぱりここ小学校なのかな。照明がまたたいてる。目がおかしくなりそうな通路の先に今誰か、無理かな。言っておきたかったけど、あまりに汚れていて、私には使えなかった。困ったな。Thank you.
洞窟の中でも明かりの全くない真っ暗闇の部屋を見つけた。中でピチャピチャ水滴が落ちて反響する音を聞く限りそれほど広い感じじゃない。入りたくないけど、もしかしたらここに奈穂ちゃんがいるかもしれない。あの子いつもクールだけど、さっきの様子だと奈穂ちゃんも怖がっているのかも。怖くて、奈穂ちゃん？返事はなかった。水の落ちる音がうるさくて、人のいる気配は判別できない。部屋の外の淡い光が入るから、出口は中からでもよく見える。出られずにパニックになることはないと思って、私は部屋の中まで入ってみることにした。やだ！何この匂い。臭い。なんか腐ってる？やだ！何かこぼれた！足にかかっちゃったよ！何これ？息ができないほど濃厚な。鉄みたいな匂い。これ、なんだか太ももがかゆい。思わず指で書いてしまった。真っ暗でわからないけど、書いた指の腹に、お米のような丸い小さな粒がついている。指でこね回すと、ペタペタして、本当にお米のようだ。って、何これ？皮膚？太ももの？やだ！あ、明るくなった。やだ！何この部屋！匂いが強烈なわけだ。部屋の四方の壁という壁、床という床に血しぶきのようなものが付着している。どれだけたくさんの血液が飛び散ればこれだけの範囲を染めることができるのか。しかも乾ききっていない。つい最近、このそこら中に得体の知れない肉片や骨っぽいものが転がっている。一体どんな恐ろしいことが行われている部屋なのだろう。なんかさっきから太ももがかゆい。痒くて無意識に描いていた私の足に白い小さな虫がびっしりとついていた。指の腹にも潰れて2匹、スカートにもソックスの上にも靴と足の隙間にも。パニックを起こして私は虫がいっぱいついている靴を脱いで振りはたいた。スカートの裾を掴んでソックスの端をつまんでバタバタはたいて虫を飛ばした。よろけた私はソックスのかかとで赤く濁った水たまりに踏み込んでしまった。気持ち悪い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 。落ち着け落ち着け。ここはきっと屠殺場だ。食用の家畜を解体して食肉にする場所だ。だから自然なんだ。この部屋の存在は別に不自然じゃない。この血は、あの肉片は、あの大きな骨の塊は動物のもの。おびただしい血のりが付着している。この上でたくさんの命が奪われた。部屋の至るところに汚れたバケツが置いてある。大腿骨のようなものがたくさん刺さっているもの。ブルブルした黄色や白い実のついた
赤黒直視できないそれらに混じって私は見つけてしまった。人間の腕が数本刺さる。人は悲鳴を上げるときは意志の力を必要としないんだ。ごく自然に、驚くほどオートマチックに、私の体の奥から全身の感覚が針のように敏感になっている。部屋の外の通路から日がキュンと縮んで、出していた悲鳴が途中で止まる。確かだった。部屋の外の通路を何者かが近づいてきている。無意識に情けない声が漏れ出して、私は慌てて口を塞いだ。どうしよう、近い。外の通路は一本道になっていたから、外に逃げ出すと足音の主に見つかってしまう。隠れてやり過ごすしかないよ。足音が迫ってきている。私は部屋の奥の大きな願い、開いてよ。扉は難なく開いた。しかも勝手に閉じてくれる。私は後ろを向いて、お尻から体を棚の中に押し込めて、閉まりかけの扉に指をかけ、勢いをつけて引っ張った。狭い棚の中に身を潜め、足音が部屋を通り過ぎてくれることを祈る。だけどよくよく考えると、この部屋の電気をつけたのがこの足音の主なら、この部屋が悪い方に考えると、どんどん頭の中が真っ黒になってゆく。別の生き物のように勝手にカチカチと動く口と、引きつけを起こしたように震える肩を必死に掴んでなだめながら、私は目をキュッとつむって漏れそうになる声を飲み込んでいた。なおちゃん、なおちゃん、助けて。扉の隙間から部屋の中の様子がうかがえた。通り過ぎてと願った私の祈りを蹴散らすように、部屋に入ってきた。それは異様なものだった。人というよりはなんだかよくわからないもの。いや、確かに人の姿だけど、現実離れした顔も、異常に大きな体も。その男は気絶していた様子の女の子を肩に乗せていた。部屋の中央にあるあの血まみれの机に歩み寄ると、乱暴にその子を投げ落とした。女の子が苦しげなうめき声を上げて覚醒する。足が太ももから切断されている。男が女の子の上に馬乗りになって、机についている拘束具のようなもので右腕、左…待って、何をする気なの。通り過ぎて部屋の隅に行き、工具箱のようなものを乱暴に引っかき回し始めて、金槌や切りなどが床に散らばって、洗い動作でそれを回収する。
あそこに隠れていたら、きっと見つかっていた。やがて、巨大なペンチのような器具を持ち出して、女の子の元に戻ると、再び机の上に乗り、体の上にまたがった。大きなペンチ。男は無言で、必死にもがく女の子の方をわしづかみにし、ギリギリと締め上げる。そして強引に口を開けさせたと思ったら、そこに大きなペンチを差し込んだ。慣れた手つきで素早く両手でペンチの両端を握り直すと、強引に開いて押し込み始めた。女の子の舌をペンチで掴むと、男はためらいもなくそのまま一気に引き抜いてしまった。喉から泡の音を立ててしばらくもがいた後、女の子は動かなくなった。気づくと私は涙と一緒に失禁していた。に必死に力を込めて失禁を止める。見つかったら殺されると思ったら、ギュッと止めることができた。痛っ。お腹の奥が痙攣したみたいに痛む。こんなひどい経験。男は足元にあった網のバケツに引き抜いた舌を投げ捨てて、さらに手に持ったベンチを光合機場に乱暴に投げつけると、舌の入ったバケツを持って部屋の外へゆっくりと消えていった。死んだ。殺された。目の前で起こったおせも、このままいたらまたあいつがやってきて、見つかったら、今度こそ殺されるかもしれない。とにかくここを離れようと、私は棚の戸を開け部屋に出た。女の子はピクリとも動かない。生きているようにしか見えないのに。マネキンのように動かない。じっと見ていると、私の脳と心の判断が噛み合わずに、気持ちが悪くなってくる。胃袋の奥から湧き溢れてくる悲鳴を必死に噛み殺して、私はこの部屋を後にした。やだ。やだ。なんなのこれ。夢なら早く覚めて。夢かと期待しても覚めない。現実だと理解するには、私のリアルを超越しすぎている。私の脳は、だんだんと飽和状態になってきた。なおちゃん。なおちゃん。助けて。それから、何日経っただろう。途中で携帯の電源が切れて、時計も止まって、私の中で時が消えても、何も食べてない、何も飲んでない。もう何回も眠っているから、きっと数日経ってポケットにはお母さんがくれたチョコが入っている。でもこれは私とお母さんをつなぐ大事なものに思えて食べられなかった。私たちの呪文は、
丈夫かな。でも他に隠れる場所もないし、こういう時は迷っちゃダメだよね。直感で動こう。背の低い机の下に身を潜め、足音が部屋を通り過ぎてくれることを祈る。だけどよくよく考えると、この部屋の電気をつけたのがこの足音の主なら、この部屋に用があるってことになる。悪い方に考えると、どんどん頭の中が真っ黒になっていく。別の生き物のように勝手にカチカチと動く口と、引きつけを起こしたように震える肩を必死に掴んで抑えながら、私は必死で漏れそうになる声を飲み込んでいた。私の首ごと体を引っ張り、乱暴喉に集中しているいろんな繊維質がクリッと音を立てて擦れ合う。息が詰まって呼吸する穴も潰れて意識が飛びそうになった。規制を上げたかと思うと、男はそのまま部屋の出口へ走り出した。そして通路に飛び出し振り返ると、出口の重い鉄扉に手をかけた。閉じ込められる。瞬間的にそう思った。慌てて出口へ駆け出す私に、待って、助けて。ひっくり返された机の表側に、器具で両手首を固定された女の子が囚われていた。お願い、助けて。あ、ちょっと、やだ、開けて、開けてよ。それから何日経っただろう。血の匂いの充満した真っ暗な部屋に、一緒にいた女の子も
ずいぶん前から何も喋らなくなった。匂いも、寒さも、痛みも感じない。私、生きてるのかな？誰か。